しますか、聞くなお前みたいな話だよね。水たまりに映る、じゃあ なんだっけ、もういきなり水たまりの中ではしゃぎ回る君は口から先に生まれたような無邪気なおてんば娘、いつの間にか僕は恋人にされたよ。とても美人とは言えないが、恋は心と諦めた。はい、皆さんこんばんは。なんかドタバタだよ、ドタバタ。いきなり転んでしまいましたけれどもね。はい、始まりました、あの頃系懐かし音楽アワーの時間でございます。はい、今日もいつものようにトモピー、こんばんみキヨちゃんは残念ながら今日もこのままあれですかね、フェードアウトさせないことを俺は心から祈っているんですけど、なんか過去の女子大生のように女子大生や、懐かしいね、あれフェードアウトじゃないから、カットアウト、カットアウト、いきなりプツ二度と来なかったというこの不思議ね、ありましたが、そんなわけでですね、今日は本当はね、テーマに沿って違うオープニングを考えていたはずなのに、そうなんですよ、今日は本当はいきなりあの先週の続きから始めようと思ってたんですよ。はいはいはい、先週ね、先週面白かったね。面白くないわ俺は俺は面白くないわ一つも。先週本当面白かった最後の5分が全然面白くないですよ、本当皆さんにお届けしたかった最後の5分を俺がここでどんなに、ね、一生懸命頑張っていたかっていう話ですよ。あれやーでもないこうでもないようですねやってたんだけど、運営の A の字影になっちゃったしね家の A だ、そう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 、とうとう間に合わずにですね、もうパスワードが違うじゃんっていう話に今気がつきましたけどね、はい、そうなんですよね、もうそれがだから今日はそこからねやろうとか言ってたのよ、ところが、ぴょふさんどこ行ったの、ここにいます、あれいんの後ろに、なんかね、なんだそれって、さっきね、さっき背後霊のようにマジで、いやだからね、そこから行こうとか言ってたんだよね、そうそうそう、ね、うん、というわけでですね、先週の続きからやろうと思ったの、あまあいいや、もうおじちゃともしょうがないから、あとで呼ぼう、はい、というわけでですね、今日のテーマは、はい、はい、今日のテーマは私が言うの、いえ本当はペコさんに言ってもらおうと思ってたんですけど、もういい、いえ今日のテーマは行くよ、リベンジリベンジってでもめちゃくちゃ難しい、ありがとうございます。今日はなんかですね、こんなにぎやかだにゃこんな状況になっておるわけですよ、ね、もうなんかあちこちでよくわかんないです、このカメラの付け方がね、こんな感じです、はい、はい、そう今日ね、ここのリベンジっていうのはペコさんが今日は考えてくれました、うん、そうこの間だからペコちゃん、あそうそう、ペコちゃんソングに行こうと思った瞬間に、そう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 、あのね多分ねこのねニコ生のこのニコニコライブエンコーダー中ですね、うん、配信ソフトがこけたのよ、あそうなの、これこけてからは何を再起動してももはや帰ってこなかった、しゅんさんのせいじゃなかったんだ俺何をしたのよ俺でも僕はまあ、僕もだ あんな苦労したんじゃないですか、あいや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 ってなってたね大変だったんですよあれは本当に、もういやいやいや、もうなかなか分かりにくい本当に、ねえ、うん、まあ、そんなわけでね、まあ、あんなこともある、まあ、どうでもいいですよ、でまあ今日はだから テーマはですね、リベンジですよ、リベンジ、はい、ね、リベンジというかリベンジって意外と俺も考えたけど、うん、曲全く思いつかないの、なんかある私ちょっとね考える時間がなくて考えておりませんが、まあ、だからそのいわゆる何再どんなだからどんなペコさん、俺思ったりね、まあ要するにワンモアチャンスって歌ったじゃん、うん、なんだっけあれは、山崎まさみ、あそうそうそう、うん、みたいな、どうせもう一回俺にチャンスをくれみたいなのもリベンジね、で今さっき俺がオープニングにですね、三輪車ですよ、あれあの曲聞き覚えあるでしょ、なんか今の朝ドラと一緒なんだよ、朝ドラ朝ドラのなんだっけおはようさんだっけ、何私見てないから分かんない、 NHK の朝ドラってあるじゃないですか、はい、あれのオープニングが、はい、AKB なんですけど、
テテテテラテラタタタ、ここまでコピペ。あ、そうなん、完全にコピペ。俺はそっから先はもう絶対こっち行っちゃうわけよっていう話なんだけど、うん、でこの曲がどこがリベンジかっていうとですね、2番です、はあ、去年の夏は、あ、なんだっけな、去年の夏は羨ましくて横目でアベックにらんだ、今年は二人歩きたいな、友達に隠れてという、去年は悔しかったけどですね、アベック見ていいな、ね、今年はなんとか彼女ができてしまいましたと。できてしまいました、なぜかっていうふうな、そういうはリベンジ違う、ダメ。まあ、あの、はい、でかい意味でリベンジでいきましょうよ。そう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 ね、はい、ね、じゃあね、うん、はい、何でしょう、まとめ読みいきましょうかね、うん、ちょっと今ようやく見ます、はい、やえー、今日のお題は難しいやっぱり難しいの、ね、本当難しいよ俺も一曲も思いつけてないもん。はい、ワンバンコ映った、朝が来た、そうそう、聞きたいんだけど、声の大きさ、どう、声の大きさ、この間のやつもね、家帰って聞いてみたらやたらでかいんですよ。あ、で音割れるの当たり前ぐらい言われてるわけさ、うん、で、それを俺は知りたい、はい、どうでしょうか、声の大きさいかがでしょうか皆様、はい、コメントください、声の大きさを聞きたい俺は、はい、バッチリです、本当で、続いて、はい、いい、バッチリ、どうぞ、はい、ペコさんゆらゆら、あ、見られてたよ、やっぱりどこにもいたの、どこにもいたのソモッピー、ソモッピー、新しいな、また旦那が遊びに行ってます、は、キヨちゃん今日もいないの、いないんですよ、旦那ってどの旦那ですか、わかんない、うちのかなこの旦那かしら、あ、手振ってる、手振ってる、手振ってる、あ、はい、はい、この人です、はい、はい、何さんですか、ご主人様いらっしゃい、はい、ピンターバイクも、何さん、松本さん、はい、いつもね奥様とね、あのユニットで歌ってられるんですよ、あ、本当ですか、はい、はい、なかなか爽やかな奥様の歌がですね、僕大好きなんですけどもね、旦那はどうでもいいですみたいな言われちゃいました、はい、続いて、嘘ですからね、続いて満員だお姉さんがいない、すいませんね、ババアで、はい、わ、ちょっと待って、なんかいっぱい来たよ、いっぱいいっぱいいっぱい、あれですよ、でもバッ、クリスマスツリーが素敵ですね、映ってんの、まあ、こういうことすれば映るわけさ、こういうことすればね、どこどこどこ、あ、ほんとだ、ね、あ、なんか綺麗でしょ、僕ね、光物好きなんですよ、はい、はい、あのサバとかイワシとかね、今日はええでトモピーの旦那さんはキャバクラに行ってます、これどうせ見ちゃうんだよ、そんなことはないと思う、どうせ見ちゃうんだよ、このあ、どうせねあ、なんかクルーズ来てますね、皆さんこんにちは、あ、こんばんはです、ちゃんとあの歌う番組ですから今降りた方がいいですよ皆さんね、はいはいはい、僕なことないかもしれないけどもね、はい、じゃあ本日の1曲目、はい、メモリーグラス、ここはメモメモリーグラス水はここだけ、水割りをください、涙の数だけ、なんでよ、ここがリベンジ、あー、なるほどな、あいつなんか、あいつなんか、あいつなんか飲み干してやるわ、これがリベンジ、リベンジしてないやん全然それはただの負け犬の遠吠えじゃないですか、それちゃんとあの飲み込んでから言ってくださいよ、飲み込んですよ、ね、はい、続いて悲しくてやりきれない、これそうだね、胸に胸に染みる空の輝き、あ、今日もそういうことか、イムジンガン復讐なの、そうなの、いや、これは復讐の字が違うんじゃないか、もしかしてえ、そうなの、ちょっとわかんないけど、分かんない、この予習復讐の復讐じゃないか、俺よくわかんないよ、あ、そうなの、はい、うん、これは何、金色夜叉の歌、あ、それはあの寛一お宮の話でしょ、あ、そうなの、歌なんかあるの、歌があるんじゃないの、あ、あるんだね、あるんじゃない、あるんだね、はい、あ、ごめんなさい、それはでも復讐してるんだっけ、あ、するんだよね、今月今夜のこの月をつって、あのガインとそのお宮を蹴るんじゃん、寛一が、熱海の海岸にその銅像あるじゃないですか、
いや今日リベンジだから復讐じゃない。だからリベンジするんじゃん。え、そうなの。もうだからそのいわゆるダイヤモンドに目がくらんだ女は後で復讐するんだよ。バーンって蹴るんだよ。復讐はリベンジ。あ、違うっけ。その段階で終わるんだっけ。分からん。リベンジしてないのかまだ。分からん。いいや、はい、はい、ルージュの伝言。ああこれはあのママから復讐ね。いいよねこれ。あの人のママから電話で叱ってもらうわ my darling、 叱ってもらうわ my darling。 これ確か復讐だね。復讐でもすごいよねこれ。逆に言うとさ、姑に文句を言うわけじゃん、うん、普通ならこれであのいや面倒くさい話にどんどん入っていくわけじゃん。今日のお題はリベンジだよ、だから復讐じゃないよ。え、リベンジって復讐じゃないの。え、復讐なん、本来の意味は復讐なんだけど、うんうん、日本的に言うと、うん、復讐だよ。リベンジはやり直し、うん、やり直しな感じだった私。いや、そうなの。いやだからリベンジは復讐だよ。復讐日本では成長戦。はい、そう、あのアメリカではモンテズマズリベンジなんて言葉もあるくらいでね。なぜか、はい、あの内容は言いません、はい、なぜか旅の夜風が来たよ。旅の夜風どんなやつ。え、先週も歌ってたじゃん。どんなやつ。あれだよ、あれだよ。どんなの。私が好きだって言ったのに忘れちゃったじゃん、ほら。いや、笑ってごまかすなよ。好きなら歌ってみよ。花も嵐もだよ。あれ復讐なのか、わかんない。花も嵐も海越えて行くが男の子、まあ、いいや。で生きる道。はい、これはいいんじゃない。リベンジ、待ち伏せ、待ち伏せ。これは、ただ待ってるだけだよな。夕暮れの街角滝沙田微笑み見覚え歩く二人、あの子が急になぜか綺麗になったのは、あなたとこんな風に会ってたからな。最後に行かなきゃダメなの。なんで。あったのよあなた、夢の奥でずっと、もうすぐ私きっとあなたを振り向かせる。気のないそう気にして、ということでした。これ一人でカメラの向き変えるの大変だよね、はいはい、それもギター弾きながら、はい、青春旅情ってどんな曲。わかんねえや、マジでわかんねえや、マジでわかんないです。教えてください。歌詞を教えてください。歌詞ね、あと何があるんだろう。やっぱりチャゲアスカってきてるけど、やめとこうね、この話は。またさ、なんか後ろに若干一名はほら危ない人今日来てるからね、はい、するということで、はい、するになりました、はい。はい、チャンピオンだって、チャンピオン、うん、あ、立ち上がれですね、うん、じゃあ、それで十分だ狼よ、彼を救いたまえ。これ負けてるやんけ。倒れたまんまですよ、もうこれは。これあれ復活してないのか。復活しないの。じゃダメじゃん。こんなあとまたロッキーみたいに復活するのかもしれないけど、この歌はとりあえずその、今日さ面白いね、お客さん多いからさ、しゅんさんどんどん突っ込まれてるよなんか。はい、続いて、そういつも静かにね、寂しくやってるんですよ。そう、ね、もう一度だって、もう一度、あ、もう一度、竹内まりや、それ小柳ルミ子でしょ。お久しぶりの竹内まりやだって。どんなの、もう一度で。どんな、怒んない。どんな、知ってる人。もう一度だけってやつ。いや、それじゃないな。竹内まりや。はい、次次次次次。それが大事。
どんなんだ。ま、逃げ出さないこと。ああ、にゃら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 にゃドリカム何度でも。これ、しゅんさん知ってるわけないね。うん、知りません。はい、他には。後ろでほら、一生懸命何度でもって歌ってくれてんのに。あ、そうだ。はい。次。はい。なんだろう。紙飛行機。あ、て、あ、ユーミンかね。あってもないけど紙飛行機をとらららららと空の彼方へ空の彼方へ。これリベンジ出てくるっけ。あ、ちょっと歌詞がちゃんと出てこないかわかんねえな。うーん、明日ジェリージェフって誰。なんすか。ジェリージェフって誰。ジェリージェフ知りません。ジェリージェフよろしくって来てるけど。ジェリージェス、ジェフなんだろうね。誰。ごめん、わかんないや。どこのメンバーですかね。知ってる人。あれいない。アンサーソングはダメだろって。アンサーソングってどうやつですかね。何、うん、アンサーソングってね。なんかマスターに会いに行きたい人がいるよ。どう、ぜひ来てください。はい、お待ちしております。茅ヶ崎北口徒歩4分でございます。はい、茅ヶ崎っていうのはちなみに神奈川県ですからね。はい、はい、リバイバル中島みゆき。どんなんだっけ。どんなんだっけ。いけるのかなと思ったの。いや、どんなんだっけ。あれ俺ね、あの自慢じゃないですけどタイトル忘れるんですよ。うん、イントロ聞いたら分かったりするんですけど。あー、 NG コメント。 NG コメント。分かんないけど。なになになに。人間の証明ってリベンジあるの。私分からない。あー、分かんないね。でもとりあえず元の歌詞にはないような気がするね。あのいわゆるその西条八尊の。じゃあ他にはウェディングベル。それは後でペコちゃんがいるからペコちゃんだけど。ああそうですか。はい。前もやったもん。いきなり振ったね。そしたらね、ちょっと戻ろうかな。父は今年2月で65。お前が好きだと。ね、まあ、どんどんコメント読んでね。僕は今 BGM のつもりでやる。あ、そうなの。ちょっとね、あえてリベンジままならず、はい、昭和カレススキっての起きてますけどね。貧しさに負けた。どうぞ。いいえ。カレカレになっちゃった。なんでだよ。ダメでした。カレすぎになっちゃった。カレすぎ。カレはカレス好き。キー低いんだね、やっぱね。はい、すごい今エコーかけてみた。あ、そうか。はい、あれじゃない、あのなんだっけ、トモピーナイス、ありがとうございます。その前にこの唯一見ていられるクソスイってどういう意味ですかね。あのね、何何、あのね、ショッピングモールの倒したくなるっていうのはですね、うん、あの気持ちは僕も分かる。なんでかっていうとね、うん、あのいうところの最近の商業施設はどこでもそうですけど、うん、あのツリーのピカピカが目に痛いんですよ。で、なんで目に痛いかっていうと LED だから。うーん、俺ね LED 嫌いなんですよ。だから俺わざわざ探してポエッとつくやつをですね、そのどんどん弾切れるわけよこれ。そういう意味ではね、何してんだっていう話なんですけどね。あのね、あ、そういうことですよ。はい、で、そうそう、ぴょこちゃん呼ぼうぜ。そうだから、ゲストをさ、ゲストをさっつって。ゲスト、ゲスト、ゲスト、ゲスト。ぴょこさん。ぴょこちゃん呼ぼう、ぴょこちゃんを。ぴょこさん。はい。次で、なんか今日は楽器屋さんもいるみたいなので、あ、何ですか、それって。
これで、あ、復活した。おお。かな。来た。おお。映った。やった。やった。やった。ペコさんリベンジ。リベンジのリベンジだ。リベンジのリベンジの。え？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 あ、ちょっと。いきますよ。あれ？え、いや、ちょ、なんで違うの言うの。読み捨てられる雑誌のように私のページがめくれるたびに掘り出されてしまうのかしら。それが知りたくてとてもあなたの送り恋してる私なのセンチメンタルガーリー。つぼみのままで夢を見ていたい。影のように美しい物語だけ見てたいわ。リオはまだこの曲をやろうとするとこけるんだよ。多分ニコニコこの曲嫌いなんだね。そうかもしれない。なんか松本伊代になんか恨みがあるってことですね。恨みがあるかもしれませんね。はい、いやいや、いやいや、危なかったね。あんたが復活できたね今日ね。皆さんこんな楽しい番組ですよ。クルーズで降りてきたもん。本当危なかったね。ね、クルーズ来たんだよね。通り過ぎました。そうそうそう、よくわからないよと。降りてきちゃった方も、はい、全然いけるかっこいいって。はい、嬉しい。54歳頑張りました。どこで出ていいんですよ。でですね、あの、そのまま、あ、ボリューム上げすぎて言われてるぜ。あ、すみません。これだ。あー、じゃあ今の、でかくなったかな？このものかな？というわけでですね、ちょっとあの、茅ヶ崎フォーク村村長が今日来ているのでね、村長も一緒にちょっとぴゃっとここに来てもらって。起こしやす。起こしやす。毎度。まだ映ってないけどね。はい、どうぞ、まみ。村長。いや、あ、これ多分ね、あ、そうじゃん。もんちかちゃんだ。じゃん。この画面、はい、右の画面を見てください。これ。はい。はい。はい。スーツはまだ。ご言ってやる。すごい。カミングアウトした。カミングアウトするのかなと思って今。5歳。はい。5歳。はい。すいません。今日はあのちょっと告知させていただきます。11月15日。今度の日曜日になります。こちらぼちぼちで。はい、昼のこちらぼちぼちで。ぼちぼちで。1時からオープン。1時半。スタート。はい。ティンカーベル VS リグレッツ。はい。初めてやっちゃいます、ティンカーベルも。すいませんけれども、これですね。これ私。これ私です。はい。リグレッツさん。リグレッツさんと、うん。オープニングゲストがですね、ゆりぼうさん。ゆりぼうさん。ゆりぼうさんね。58歳って書いてあるんですよ。58歳あ、コメントでね。58歳はですね、僕が58ですね。58歳じゃないですよ。はい、はっちゃん。僕今同じ58です。そういうことでですね、うん、おかげさまでかなりご予約いただいております。あと、若干、本当に若干だけ、お席がまだ残っておりますので、はい、もしよろしければ、まあ、ぼちぼちさんにお電話いただくか、はい、Facebook とかでメッセージいただければ、はい、あの、はい、席も若干、確保できると思いますので、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、お待ち。ちなみに、はい、あれですよね、あのティンカーベルのやる曲ってどういうやつなんですか？せーの、昭和歌謡。すみません、合ってなさげな感じでいいんじゃないでしょうか。さっきリクエストで1曲ぜひお願いしたいなと思ったんです。リクエスト来てたんですけど、そんな広しに騙されて、みんなで合唱しちゃえばいいじゃないですか。もう合唱しちゃいましょう。あと2分ですから、じゃあみんな歌おう。はい、リリリリリ、どうぞ。お前が好きだと耳元で言った。
という大盛り上がりがですね、あまあね、今も盛り上がってるんですけど、日曜日はさらに盛り上がりますからね、もうこういうのがね、8連発ぐらい、9連発ぐらいガンガン来ますからね、はい、ぜひ近くの方はね、茅ヶ崎ぼちぼちお待ちしております。遠くの方も新幹線乗ってても飛行機乗ってても来ていいんですけど、ね、すごいね全然OKですからね、誰も文句言いませんよ、はい、ぜひ船着き場もありますから大丈夫です船着き海からも来ちゃうの、海からも海からも、まあ、でも来てて、この空からでも山からでも地中からでも ね、 来てくださいね、はい、漁師の網にかかってもいいよ、網にかかっちゃう、いやいや間に合ってよかったね、はい、では来週またお会いしましょう皆さん、はい、はい、さよなら、さあまた来週、いいだからあと16日あるんだよ、え何なんだ、はい、もう一回日付、もう一回日付、11月15日日曜日13時、あ、リグレスです、アンドティンカーベー、よろしくお願いします、広島出るでよ。